ユニックス、ユニックス、ユニックスは、コンピュータ用のマルチタスクマルチユーザーの、オペレーティングシステムの一種である。公式な商標は、ユニックスだが、商標以外の意味として、ユニックス、または、スモールキャピタルを使用して、ユニックスなどとも書かれる。ユニックスは1969年、AT&T のベル研究所にて、ケントンプソン、デニス・リッチーらが開発を開始した。 当初はアセンブリ言語のみで開発されたが、1973年にほぼ全体を C 言語で書き直した。このため、ユニックスは歴史上初めて高水準言語で書かれた OS であると言われる。1973年の段階では PDP-11 に依存したコードが多く、移植性は低かったが、その後徐々に PDP-11 に依存したコードを減少させ、1978年にインターダタ8-32への移植に成功して、以降、徐々に他のプラットフォームにも移植されていった。現在では、ユニックスという語は、ユニックス標準に準拠するあらゆるオペレーティングシステムの総称でもある。現在では、ユニックスシステムは多数の系統に分かれており、 AT&T の開発停止後も多数の商用ベンダーや非営利組織などによって開発が続けられている。1970年代から1980年代の初期にかけてユニックスは大学や研究者などの教育機関で広範囲に採用され、特にカリフォルニア大学バークレー校をオリジナルとする BSD 系統が誕生した。 またバージョン7ユニックスやユニックスシステム V の特徴を持つオペレーティングシステムは伝統的なユニックス、トラディショナルユニックスとも呼ばれる。2007年にユニックスの商標の所有者である標準化団体のザ・オープングループはシングルユニックススペシフィケーションを完全に満たすと認証を受けたシステムのみがユニックスの商標を得られるとした。このためそれ以外のシステムは ずっと以前から AT&T 版及び BSD 以外を指して使われていた用語だがユニックスシステムライクまたはユニックスライクユニックス系と呼ばれるようになったただしザ・オープングループはその故障を気に入っていない現在では多く使われているユニックスとしては MAX、X、HPUX、ソラリスなどがあるいずれも商用 また認証を受けていない UNIX 系としては、Linux、派生 OS に、Android 他やミニックス、BSD の派生 OS、フリーブスド、ネトブスド、オーパンブスド、ドレアガンフライ BSD などがある。UNIX オペレーティングシステムは、サーバやワークステーションだけでなく、携帯機器でも広く使われている。また、UNIX 環境とクライアントサーバーモデルは、個々のコンピュータによる、 コンピュータ処理をコンピュータネットワークで連携されたコンピュータ処理に変革しインターネット構築の重要な要素ともなった。もともとユニックスはベール研究所内部の開発プロジェクトであった。1973年の OS に関するシンポジウム以降、この OS はベール研究所外部にも知られるようになる。特に1980年代には教育機関等でユニックスが広がり、 ユーザーが自前のツールをその上で作り、それを同僚などと共有する形が定着した。ユニックスは当初はマルティックスのようなマルチタスク OS ではなく、一度に一つのプログラムしか動かせないシングルタスク OS であった。当初はパイプの概念もなかった。その後の発展の中で徐々にパイプ、マルチタスクなどが実装されていった。また、 ユニックスは当初は移植性は低かったが、徐々に特定のプラットフォームへの依存性を減少させ、1978年には PDP-11 以外のプラットフォームで動作するようになった。その後移植が徐々に進み、ユニックスが動作するプラットフォームが増えていった。今日のユニックスは移植性、マルチタスク、タイムシェアリング方式による マルチユーザーなどを重視して設計されている。UNIX システムは様々なコンセプトで特徴づけられている。データの格納にプレーンテキストを使用すること、階層型のファイルシステム、各種の周辺装置や、ある種のプロセス間通信、IPC をファイルとして扱うこと、多数のソフトウェアツールを組み合わせて使用すること、簡単なプログラムはコマンドラインインタプリタのパイプを使って、 つなげることができ、単一の多機能プログラムで同等機能を実装するのは逆の発想であること、などである。これらのコンセプトは、ユニックス哲学として知られている。カーニハンとロブ・パイクはこれを、ユニックスプログラミング環境、という本で、システムのパワー、プログラム自身からではなくプログラム間の関係から、生じるという考え方としている。ただし、 これらの哲学は全てが当初から存在したわけではなく、ユニックスの発展の中で段階的に形成されたものである。商用ユニックスの中には単一で多機能なアプリケーションも見られ、この哲学が一貫してユニックスに関する全ての関係者で共有、実現されていたわけもない。ユニックスでは、オペレーティングシステムは主となる制御プログラムであるカーネルと、 多数のユーティリティより構成される。カーネルは、プログラムの開始や停止、ファイルシステムの取り扱い、他の多くのプログラムが共用する、共通的な低レベルのタスク、そして重要なスケジューリングなどのサービスを提供する。これらのアクセスを調停するために、カーネルはシステムへの特権を持ち、システムはユーザー領域とカーネル領域に分けられる。カーネルの肥大化の潮流を逆転させ、 より少ないユーティリティで最大のタスクを実行できるシステムに戻る目的でマイクロカーネルのコンセプトが登場した。またコンピュータが一つのハードディスクと入出力用の端末から構成されていた時代には UNIX のファイルモデル、ストリーミングデータは最適な入出力として働いた。しかし現代のシステムではネットワークや新しい装置が求められ、 グラフィカルユーザーインターフェースが開発され、ファイルモデルはマウスなどが発生させる非同期イベントの取り扱いのタスクに不適当と判明し、1980年代には非同期入出力や IPC のメカニズムに加えてソケット、共有メモリ、メッセージ給、セマホなどが追加された。また通信プロトコルなどの機能はカーネルの外に移動した。は現在ではサーバーや パーソナルコンピュータの一部に加え、携帯電話などの組み込みシステムから、メインフレームやスーパーコンピュータなどの一部にも使われている。ユニックスの歴史は、1960年代中頃に、マサチューセッツ工科大学、MIT、ベル研究所、ゼネラルエレクトリック、GE が、GE のメインフレームコンピュータ GE-645 用に、 マルティックスと呼ばれるタイムシェアリングオペレーティングシステムを共同開発していたことに遡る。マルティックスは多くの革新的技術を導入したが同時に多くの問題を抱えてもいた。マルティックスの目指すものに賛同しても巨大で複雑なものになっていくことに嫌気がさしたベル研究所はプロジェクトから徐々に距離を置くようになった。最後までマルティックスに関与していたケントンクソン等は プロジェクトをより小規模な形に再構成して、とりあえず動作する形で完成させることを決めた。開発は当時ベル研究所内に使われない状態で置いてあった PDP-7 を借りて行われた。この時点では OS の開発にはベル研究所からの資金提供はなく、OS には名前も付けられていなかった。出来上がった OS は、 マルティックスのようなマルチタスク OS ではなく、あとの MS d o s のような一度に一つのプログラムしか動かせないシングルタスクの OS であった。この特徴から新しい OS はブライアンカーニュハンによってマルティックスのマルチ多数のを UNI 単一のに変えてユニックスと名付けられた。後に綴りがユニックスと変更された。この綴りの変更の経緯について カーニファンは思い出せないと言っているが、当時の開発グループ内では、比較的年長者であったピーター・ノイマンは、法上の理由であろうと語っている。PDP-7 は古いマシンであり、問題が多かった。このため、開発グループでは、当時の最新機種であった PDP-11 を購入し、その上でユニックスが動作するようになった。 1971年のユニックスバージョン1は PDP-1120 上で動作した。バージョン3までのユニックスはアセンブリ言語で開発された。1973年に公開されたバージョン4においてユニックスは C 言語で書き直された。この時点でのユニックスは PDP-11 に依存したコードが多く含まれており移植性は低かった。 ユニックスが PDP-11 以外のコンピュータに移植されるまでには5年間を要し、1978年にインターダタ8-32条で動作するようになった。ベール研究所ではその後もユニックスの改良が続けられ、パイプやマルチタスクなどの機能が追加されていった。これらのベール研究所で開発された初期のユニックスは、現在ではリサーチ、 ユニックスと呼ばれている。1970年代末から1980年代初頭にかけてユニックスは学術分野だけではなく産業分野でも使われるようになっていき、HPUX、ソラリス、X、ゼニックス等の OS が作られた。1980年代の末には AT&T ユニックスシステムズラボラトリーズと 3マイクロシステムズが共同でユニックスシステム V リリース4、SVR4 を開発した。これは後の多くの商用ユニックスの母体となった。1990年代には BSD や Linux といったユニックスあるいはユニックス KOS がコンピュータネットワークを通じて世界中の開発者の協力を得て開発され人気を得ることになった。2000年には アップル社がユニックスに基づいてダーウィンというコアに基づく MacOS 10を開発した。今日、ユニックスはサーバー、ワークステーション、モバイル機器などで広く使われている。1980年代後半から始まったオペレーティングシステム標準化の動きは PazX となって結実し、あらゆるオペレーティングシステムの共通のベースラインとなっている。 IEEE は主要なユニックスシステムに共通する構造から p a x を作り、1988年に最初の p a x 標準を公表した。1990年代初め、よく似た標準化が業界団体コモンオープンソフトウェイリンバイレンメント COS イニシアティブによって開始され、The Open Group の管理するシングルユニックススペシフィケーションとなった。1998年、 パズイックスとシングルユニックススペシフィケーションの共通定義を提供するため IEEE、e、と TheOpenGroup はを立ち上げた。1999年互換性を達成するためいくつかのユニックスシステムベンダーは SVR4 のエクセクタブルリンカブルフォーマット ELF をオブジェクトファイル及び実行ファイルの標準規格とすることに合意た。これによって 同一 CPU アーキテクチャでの各種 UNIX、システムでバイナリ語完成の大部分が確保されることになった。ユニックス系オペレーティングシステム、特に Linux におけるディレクトリ構成の標準としてはファイルシステムヒエラルキースタンダードがある。ユニックスシステムは複数のコンポーネントからなっている。カーネルに加えて開発環境、ライブラリン文書、 ソースコードなどが含まれる。ユニックスは自己完結的ソフトウェアシステムだった。そのため重要な学習ツールとして、頭角を表し、幅広い影響を及ぼすことになった。隠しコンポーネントを含めても、初期のシステムは大きくはなかった。V7 ユニックスの場合、全バイナリと全ソースにマニュアルなどの文章を含めても10メガバイト以下であり、 旧トラックの磁気テープ1本で事足りた。文章を印刷したものも2巻にまとまっていた。ユニックスコンポーネントの名前やファイルシステム上の位置は歴史と共に変化している。それでも V7 の実装は多くの場合初期の正規な構造とみなされている。ユニックスシステムは他のオペレーティングシステムに大きな影響を及ぼした。成功の要因は以下の通りである。 初期の実装では必須とされていたアセンブリ言語ではなく、高水準言語で書かれている。先例として、マルティックスやバロース B5000 があるが、このアイデアを一般化したのはユニックスである。当時の他の OS に比べて大幅に単純化したファイルモデルを採用しており、あらゆるファイルを単純なバイト列として扱っている。ファイルシステムの階層に、サービスやデバイス、プリンター、 端末、ディスクドライブなどが含まれており、一様なインターフェースを提供しているが、単純なバイトストリームモデルに適さない、ハードウェア機能にアクセスする場合は、アイオドルとモードフラグなどの追加機構を必要とすることがある。なお、プラン級ではこのモデルをさらに推し進め、追加機構を不要にしている。ユニックスはまた、マルティックスで導入された階層型ファイルシステムを一般化させた。 当時の主要な OS でもストレージを複数のディレクトリやセクションに分割していたが、その階層レベルは固定で1レベルということが多かった。いくつかの主要 OS もマルティックスに倣って、サブディレクトリを再帰的に追加する機能を備えるようになった。DEC の RSX-11M はグループユーザー型階層を採用し、それが VMS のディレクトリに進化した。 CPM ではボリューム単位であってディレクトリ階層がなかったが MS DOS 2.0以降でサブディレクトリが利用可能となった。HP ノンペにおけるグループアカウント型階層や IBM のや OS400 のライブラリーシステムもある。それらシステムがまとめられ、より広範囲な PazX のファイルシステム仕様となった。Maltix はまた コマンドラインインタプルタを通常のユーザーレベルのプログラムとし、追加コマンドを個別のプログラムで提供したが、ユニックスがその方式を一般化させた。ユニックスシェルはコマンドの対話的仕様にもスクリプト言語としても使えるシェルスクリプト。IBM の JCL のようなジョブ制御専用言語は存在しない。シェルも OS コマンド群もそれぞれ独立したプログラムなので、 ユーザーはシェルを選べるし、自分で書くこともできる。新たなコマンドを追加してもシェルを修正する必要はない。また、ユニックスの独創的なコマンドライン構文により、パイプでコマンド同士を連結して使用することが可能となった。あとのコマンドラインインタプリタの多くは、ユニックスシェルに触発されている。ユニックスの根本的な単純化想定は、 ほぼあらゆるファイルフォーマットに改行コードで分割された ASCII テキストを採用した点である。初期の UNIX にはバイナルエディターはなく、システムの設定は全てシェルスクリプトというテキストファイルで行われていた。入出力もバイト単位が基本であり、レコード、オリエンテド、ファイルシステムとは異なる。ほとんどあらゆるものをテキストで表したことで、パイプの有効性が高まり、単純で、 汎用的なツール群を開発するだけで、それらを連結して複雑な処理が可能となった。テキストとバイトに集中したことで、他のシステムよりもスケーラビリティと移植性がはるかに向上した。その後、テキストに基づくインターフェースは様々に応用可能と判明し、印刷言語、ポストスクリプトや DOF やインターネットプロトコルスイート上のアプリケーション層のプロトコル、 FTP、SMTP、HTTP SM、SOAP、SHIP SO などに採用されている。ユニックスは正規表現を一般化させるのにも一役買っており、今では様々な場面で正規表現が見られる。C 言語はユニックス以上に広がり、今ではシステムプログラミングやアプリケーションプログラミングで広く使われている。 初期のユニックス開発者らは、モジュール性と再利用性の概念をソフトウェア工学に導入する重要な役目を果たし、ソフトウェアツールという考え方を生み出すことになった。ユニックスは、比較的安価なコンピュータに TCPIP プロトコルをもたらし、それがインターネットの爆発的な広がりに貢献するとともに、他のプラットフォームへの TCPIP 実装の手本となった。 これによりネットワークの実装における多数のセキュリティホールが明らかとなった。当初からユニックスがオンライン文書を揃えソースコードへのアクセスを可能にしていたことはプログラマの期待を高めることにつながり1983年のフリーソフトウェア運動立ち上げに貢献した。ユニックスの主要な開発者ら及びユニックス上で開発されたプログラム群は ソフトウェア開発の文化的規範を徐々に確立していき、その規範群がユニックスのテクノロジー自体と同じくらい重要で有力なのとなっていった。それをユニックス哲学と呼ぶ。ユニックスが商用の閉じた OS となっていく中で、現在につながるフリーソフトウェア、オープンソースのムーブメントが勃興し、ユニックス同様の操作性と機能を提供するフリーな OS が生み出された。 多くのユニックス系 OS がオープンソースで開発されているが、以下に挙げる OS は、ライセンスなどの問題からユニックスとは交渉しない。1983年に、リチャード・ストールマンは、フリーソフトウェア財団、フリーソフトウェアファンデーション FSF を設立し、GNU、n e w ス n ットユニックスプロジェクトを開始した。このプロジェクトの目的は、再配布自由。 改変自由なユニックスクローンの OS を作成することであった。このプロジェクトにより多くのユニックスシステム上で動作するソフトウェア。例えば EMAX や GCC 等が作成され、これらソフトウェアは多くのユニックスシステムで使用されるようになった。しかしながら OS の中核をなすハードの完成に手間取ったハードは現在も開発中。1991年に ィーナストーバルズが Linux カーネルを開発した。Linux カーネルの特徴として p a ク x に準拠するように設計されたこと、GNU プロジェクトによって開発された様々なツールがどう作るように作成されたこと、またライセンスに GPL が採用されたこと等が挙げられる。その結果、GNU プロジェクトの開発したソフトウェア等とともに、 完全フリーのユニックスクローンとして利用されるになった。有名な商用ディストリビューションとして、かつて、レッドハットリナックスが存在し、現在では、レッドハットエンタープライズリナックスやスセリナックス等がある。なお、Linux という名称は本来カーネルのみの名称に、過ぎず、OS として完成させるための他のシステムの多くは、GNU プロジェクトの産物である。 そのため FSF 側では OS としての名称は GNU、Linux とすべきだと主張しており、この名称を採用した最も有名かつ完全にフリーなディストリビューションの一つとして d バ i a n n u Linux 及びそこから派生した Ubuntu などがある。ただし Ubuntu にはフリーなソフトウェアの精神と相入れない仕様が多いため、 フリーソフトウェア信奉者から批判される子も少なくない。Linux カーネルを利用した派生 OS に、Android 他がある。4.3BSD ネットワークリリースに、ネット2に2期限を持つのが、フリーブスドネットブスドオパンブスドトレアガンフライ、BSD とルースの、いわゆる BSD 系ユニックスである。フリーブスドは、安定性重視、ネットブスドは、新機能対応と移植性に優れ、オパンブスドは、 セキュリティを重視し、ドレアガンフライ BSD はマルチ CPU 構成での高性能という特徴を有し、トリュースはカジュアルユーザーにおいて簡単に導入して使えることを目指しており、特にフリーブースドはウェブホスティングなどで標準的に使用されている。アセルとの和解以降これら BSD 系ユニックスはライセンス問題を排除した 4.4BSD、ライト2をベースに移行し、 いずれもフリーな OS となっている。オープンソース系 b s d をベースとした商用 OS としては Apple の Max が知られており、中核部分を Darwin としてソース公開している。ユニックスではシステム時刻の値を1970年1月1日の午前0時、0分0秒からの秒数で表しており、これをユニックス時間と呼ぶ。この値のデータ型は、 コディセ1で歴史的に符号付きロングと定義されている。32ビットのシステムでは2038年1月19日にこの値が1個の0に31個の1が続く最大値コディセ2となり1秒後には1個の1と31個の0が続く値コディセ3となる。するとシステム時刻は実装によって符号ビットを無視するか否かによって1901年 または1970年にリセットされる。1970年より前の時刻をユニックス時間で表すことは滅多にないため、コディセ1を符号なし32ビット整数と定義し直すという対策が考えられる。しかし、それでは単に問題を2 0 6年2月7日に遅延させるだけであり、時刻の差を計算するソフトウェアでバグを生じる可能性がある。 この問題に対処しているバージョンもある。例えば、ソラリスやリナックスの64ビット版では、コディセ1は64ビットとなっており、OS 自身も64ビットのアプリケーション群も、約2920億年間正しく、どうする。64ビット版ソラリスで、既存の32ビットアプリケーションを動作させることも、できるが、その場合は、問題が残ったままである。一部ベンダーは、 標準のコディセ1はそのままにして64ビットの代替データ型とそれを使用する API を別途用意している。ネットブスドでは次のメジャーバージョンである 6X で32ビット版でもコディセ1を64ビットに拡張することを決定した。従来の32ビットのコディセ1を使用しているアプリケーションはバイナリ語完成レイヤーを作って対応する。 1975年5月、DARPA は a r p ネ n e t で使用する OS として、なぜユニックスが選ばれたのかを詳細に説明する RFC681 を文書化している。評価過程も文書化されている。当時のユニックスのライセンス料は、教育機関以外には2万ドル、教育機関には150ドルとなっていた。 ARPA ネットワーク全体でライセンス供与を受けるという提案に対して、ベル研究所はそういった示唆についてオープンだったと記されている。その中で特に長所とされたのは以下の点である。1993年10月、ユニックスシステム V のソースについての権利を保有していたノベルは登録商標の権利を X、オープン、現在のザオープングループに移管し、 1995年にはユニックス関連事業を SCO に売却した。ノベルが実際のソフトウェアの著作権を SCO に売却したのかについては2006年に裁判となり、最終的にノベルが勝利した。SCO 側は控訴したが2011年8月30日に裁判所が帰却したため裁判は終結した。アメリカなどで 登録商標としてのユニックスはザ・オープングループが保有している。現在、日本におけるユニックスという商標は複数の区分で登録されており、電子計算機関連においてアメリカンテレフォンテレグラムカムパニーや X、オープンカンパニーリミテッドの登録もある。日本では日本バランツ、現在は合併して D&M ホールディングスが電気機器分野で ユニックスという名前で先行して商標登録を行っていたためユニックスという商標の権利関係がはっきりしていなかったことがあった。このことから書籍などでの商品名などの登録商標についての断り書き一覧などでユニックスオペレーティングシステムは AT&T のベル研究所が開発し AT&T がライセンスしています。 ライフウィズユニックス翻訳版での例などのように書かれたことがあった。現在も日本マランツは音響機器用にユニックスを使用している。他の国でも同様に分野を限定して同じ商標別の意味で登録することができ、本棚、インクペン、瓶詰めのニカは、おむつ、ヘアドライヤー、食品コンテナなどで登録された例がある。シングルユニックススペシフィケーションに完全に 準拠していると、ザ・オープングループに認められたシステムだけが、ユニックスを名乗ることができる。そのため認証を受けていないシステムは、ユニックス系と呼ばれる。ザ・オープングループは、ユニックスを特定の OS 実装ではなく、OS のクラスを指すものと定義している。すなわち、シングルユニックススペシフィケーションに準拠していると、ザ・オープングループに認められたシステムみが、 ユニックス98やユニックス03といった登録商標を付けることを許されており、そのためにベンダーは認証料と毎年のロイヤルティを支払わなければならない。認証を受けた OS としては、X、HP、UX、Elix、Solaris、True64、かつてのデジタルユニックス、A、UX、Max、Z、OS の一部などがある。 認証を受けていないシステムを表すため、また、ジャーゴンファイルの UNX の項目によれば、商標であることを表示するための、を避けるために、UNX のようにグロブ記法を使って表記される、ことがある。ジャーゴンファイルの記述によれば、法的には、ユニックスと書いてもを付けることは強制されないのだが、この記法は広く使われてしまっている、ジャーゴンファイル訳本の、 ハッカーズ大辞典初版にある逆にアスタリスクを使うと権利侵害になるらしいという記述は語訳なので注意。ザ・オープングループは商標の普通名称化を防ぐためユニックスという語には常にシステムなどの語を付けて使ってほしいとしている。本来の形はユニックスなのだがユニックスという形もよく使われている。これについてデニス・リッチーは アソシエーション・フォー・コンピューティング・マシナリー、アクムの開催した第3回 OS シンポジウムにユニックス論文を送る際、トローフと新たな組版システムを開発したばかりで、スモール・キャピタルを印字できることに興奮して、それを使ってしまったためだとしている。当時の多くの OS は大文字のみで名称を記述するのが一般的だったため、多くの人は習慣的に大文字のみで、 ユニックスと記述した。ユニックスやユニックス系の複数のブランドを総称するため、ユニックスの複数型が時折使われることがある。最も一般的な複数型はユニックススだが、ユニックスをラテン語の名詞の大三角変化として扱い複数型をユニススする例もよく見られる。古英語的にユニクソンとする例は稀だが、時折見かける。 OS ではないが、ユニックスに相当する環境を提供するソフトウェア。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。